ました。よろしくキューチャンネル。はい、大丈夫ですか体調。いや、あんま良くないです。声がね、もうちょっとだいぶ、本当にね、この前ついに初めてやったんですけど、あのネタ出番のネタの途中に、なんか調子悪いわって言ってましたもん。言ってましたね、はい、ついにね、なんか今耳詰まってますから。あ、なんさん、今日はですね、はいはい、我々、まあ、吉本興業にいまして、吉本ってね、はいはい、やっぱりマネージャー、いろんなタレントにいろんなマネージャーつくんですけども、そうそうそう、やっぱコロ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 マネージャーが変わるっていうね、変わるようにしてるんですよね。まあまあそうです。権力の一点集中っていうか、それなくなるために権力の一点集中で、まあ育成とかもあって5年6年続くことはないんですよ、だから僕らも最長で前の桑島さんですよね、ああ桑島さんが一番長かった。一番長くて、その前とか1年で変わったり2年で変わったりとかいろいろあったんですけど、桑島さんからこの前ね、動画出したじゃないですか、あの木島くん、かけらくん、はいはい、新たにお願いいたします、半年前ぐらいかな、この度マネージャーがまた変わります。あら、はい、劇的なスピードで劇的なスピードで、別に辞めるとかではないんですね、木島くんも。辞めるとかじゃなくて、まあちょっとだけ、まあまあ言いにくいんですけど、ナダルさんの圧楽屋での圧に耐えきられへんということで。あ、やっぱパワハラってあかんねん。パワハラじゃないですね。まあ冗談ですけど、はいはいはい、ちょっとね、その入れ替わりが激しいので、まあ今回、はい、木島君、掛田君は半年間ちょっと変わってしまうという、ちょっとレアなケースなんですけど。珍しいね、半年は。珍しいです。まあ、でも東京来てから一番短いぐらいか。うん、まあでも吉本ではあることらしいんで、なるほど、そういうシフトチェンジの期間で、はいはい、たまたま僕らじゃないタレントさんになったということで。はい、で、木島君、掛田君、ほんまにお世話になったんですけども、新たに、はい、僕らについてくれるマネージャー、ちょっと紹介したいなと思います。どうぞ。宮下です。どこで登場したんだよ。どこで宮下です言うと、どこで言うてる、照明の裏で言うなよ。明らかに入ってなかった、はい、ということで宮下マネージャーでございます。お願いいたします。はい、宮下ちゃん、宮下ちゃんと僕はもう言っちゃってるんですけど、何年目になるの宮下ちゃんは。今1年目か。そうだ、言ったらもう超新人、で、僕らをつく前にジャルジャルさんをやっててんな。はい、ジャルジャルさん、だから入社してすぐジャルジャルさんやって、影山さんもやってたんだ。はい、で、影山さんに着いた瞬間、もう着いたの次の日とかにあのドーンって言ったらしい。でも影山さんが言ってた、宮下ちゃんがついてくれて、あの M1 でもあのネタバーンってなって、キングオブコントも決勝決まったっつって、もう勝利の女神やって、ほんまに言ってた。いや、もちろん影山さんの実力絶対あるけど、その運気的な、もうほんまにパワースポットやみたいなこと言ってて、あ、だからほんま、でも運はいいと思いますよ、自分で。ね、そうはいいな。うん、もともとなんか営業しててな。あ、そうです。営業してて、なんかその不動産とか家売るというか、なんかそっち系のやつで。前の仕事、前の仕事までしていいの。え、もう大丈夫。ああ、前の仕事、不動産系。そうそう、はい、で、それで頑張って一人、あの契約できて、そしてその人がまためっちゃ頑張ってくれてるみたいな。で、その人がなんか次から次と紹介してくれて、全数日ずっと最高やったらしい。いやいや、別にな、その最高だったことで笑い起きるのおかしいんで。もまあ運がいいんやろな。てか、なんかこうね、俺正直初めて会った時に、新しいマネージャー宮下です時に、めっちゃくちゃおもろかったん、なんかその独特やん、言われる天然って。まあ言われます。うん、それはでもあれやろ、不服なんやろ。いや、絶対天然ではないんですよ、本当に。いや、天然の人そういうねんけど。今回も黒田さんっていう、チーフね、チーフなの。宮下ちゃんがよく現場とか来てくれるマネージャーやけど、その上のまとめる人がチーフって言うんですけど、それが黒田さんっていう人が、あのこの前な、ルミネの合間に宮下ちゃんと黒田さん、新しくつくメンバーと、まあ、木島君、掛田君、今までありがとうメンバーと俺らでちょっとこう、今後どうしていくかみたいな、引き継ぎのね、引き継ぎ会議みたいな時に、まあ、初めて宮下ちゃんと会ったんやけど、そこで黒田さんが言うわけですよ。あの宮下が、あの本当にあの好きな芸人が、最後あれ言っとかんでいいかとか言ってな、あれ言っとかんでいいか、好きな芸人が、ナダルさんやったんですよみたいな、で、みたいな、めっちゃええやんみたいな、そんなんめっちゃありがたいやんみたいな、で、そうなんって聞いたら、なんかパソコンでパって顔隠して、何してる何してるってなって、でこうやってずっと笑ってて、そうそうそう、ずっと顔隠してるな。で、なんかその微笑ましい光景見てたら、俺ずーっと鼻血出てきて、意味わからん意味わからん、マジで意味のわからん空
かに初速終わってたから このチームのでもほんまもともと尾形さんとかナダルさんが好きやったよね、ああいうガチ 100% でね、あのだからもう、うん、ついてきてくれるロケとかも、いろんな地方のロケずっと笑ってくれてるやん、うん、面白い、めっちゃ面白い笑けてもらった、いやほんまにだから、うん、天然な部分じゃないけど、うん、俺も割ともうメモしちゃってんやん、あらそうなの、宮下ちゃんの変な、宮下ちゃんからこういう仕事がありますっていう、その仕事が、うん、あの他にこういう方がやっておられます時に、あのライスの方って言ってたやんか、あのライス頼んだみたいになっててライスの方のさ、どっちの名前も言ってくれん、名前も言ってくれん、ライスの方ってあんまり言わんやろほんならタクシーとか乗っていく時とかも、前田マネージャー乗せるやん、ほんで本社に行くって言うから、じゃあ本社通るから宮下さん乗ってくって聞いたら、普通あ、いいんですかとかさ、 ありがとうございますやんか、でも宮下さん乗ってくって言ったら、乗りたいですとかって泣いてんの泣いてんの乗りたいっていう感情が出てきてからデスつけてる、そうそうそう、でデスつけとかなみたいな、ちょっともうその時の感情でしゃあちゃうもう分かんない、貴族みたいな感じするのか分かんないけど高貴な人の我々からするあ、でもこの前、うん、あのそれこそ影山さんと話してて、うん、もう今まで溜め込んだもう宮下ちゃんのおもろい話を話し合うトークライブやろうやって影山さんが言ってくれはって、うん、やりましょうみたいになって、もしかしたらごめんやけど宮下ちゃんの無限大ドーム版ぐらいでやるかも、うん、いいやん、ドーム版ぐらいでな、いや、ないですよ、そんな話いや、そうですよ、ちなみにですけど、もともとの僕らのイメージと、あの、どうついてみて印象変わったこととかあった？でもナダルさんは本当にスノーマンいいのかな、そのままでも絶対優しいと思ってたんですよ、テレビと逆だろうなって思ってて、ああもうそこまで見抜いてたんやそうです、なんかガッツ 100% の人とかも、うん、ディレクターさんが、うん、なんか本当演者で一番みたいに言ってて、裏の態度とか、すごいと思って、ちょっと待って、裏の態度演者で一番いいえ、そうです、めちゃくちゃ営業妨害してた、でも本当にマネージャーがって言われて、と思って、うん、一番ではないけどなあ、でもやっぱり気をつけてる、あ、分かった、ガッツ 100% ってやっぱ企業さんやさすがですね、そうだね、確かにさすがやわ、金のちょっと匂いするところは徹底してるね、そうそう、もうそんなもん、西野さんはもう想像の倍面白いから、うわぁ、ほんま、いや初期設定低すぎるやろ、まあ、想像の倍おもろい、まあ、確かにな、ごめんごめんやけど、想像してた西野バリおもんないやん、しゃあないやんか、しゃあないやんか、どこで笑うねん、想像してるの言いすぎやろどういうとこ面白い、なんかふとした時のツッコミ、あーやっぱそうない、ふとした時のツッコミ見てくれてるやん、まあ、なんか印象に残ってるツッコミとかある、あんまない、ちょっとね、だから面白いでええやんか、お前が深掘りするからなんかあんのかなって思う、いやいや、だからそれ印象に残るほど面白くはないけどもういらんねん、そんな宮下ちゃんに、これがお世話なんですけども、まあ木島くんと掛田くんにもすごいお世話になったんで、うん、木島くんと掛田くん、ああ、はい、マネージャーね、前の、うん、どうしたの、もう記憶が消すんですか、えぐい人間やな、え、ちょっと待って、あ、お前のマネージャーか、地獄みたいな絶対使うからまあ冗談として、はいはい、木島君、上田君から、うん、ちょっとメッセージを、ほら宮下さんに預かってるということで、嬉しいな、こんな短い期間で、俺も桑島さんのさ、うん、さ電話分かってきた半年でこのメッセージを半年でも、やっぱ送ってくれたんや、まあ、俺もまだ何も聞いてない、あ、本当嬉しいね、はい、ありがとう、はい、あ、じゃあ木島さんから、あら、はい、木島くん、ありがとう、ありがとう、まずナダルさんの不安なところ、うん、ナダルさんの不安なところ番組出演なので、基本的に手を抜いてしまうと相談されたことがあって、んで、基本的にちょっと待って、あの、番組出演なので基本的に手を抜いてしまうと相談されたことがあったえぐいよ、そんな相談したか、俺えぐい相談してるよ、全力でやってるからな、手を抜いてしまうねんと相談されたと、木島くんが基本的に手を抜いてしまうということがあまり理解できなかったので不安になりますいや、そりゃそうだよ、木島君的には違う違う、
しまうということが理解できなかったので、この不安になりました。確かに相談したのよ一回、確かに、うん、手を抜いてしまうというか、うん、どう頑張ってスイッチ入れてもスイッチ入らへん時あると。あ、なるほど、ね、絶対気合い入れたいんだけど気合入らへん時あると、うん、ほんまもうなんかのあれなんかなって相談したことあるんだけど、うんうん、なんとかなりますってずっと気合入れてるけど、その時めっちゃ困ってたやつ今気づいた。そうやな、うん、理解できてない人の全力がやってるんですから、気持ちのスイッチがむずいの、まあ、不安なところもあった。手を抜いてまとめちゃくちゃやね、うん、はいはい、ほんで？あ、では西野さんのファンのところも。あ、木島君から。あら、はい。会話で慣用句を使用されますが、間違って使われている場面があり、収録でも出てしまうのが不安。いやいや、マジダメだよ。マジやな。マジ。慣用句。マジよくあるね。慣用句があかんねや。慣用、うん、慣用句。慣用句。慣用句も分かってる。慣用句ってなんか。いやいや。道草を食うとか、二語以上が連結してる言葉って書いてある。二語以上が連結してる言葉。道草食う。何その例え。道草食うが言えてないってこと？別に入るとかの。ああ、まあとりあえず言葉遣いがちょっと不安やと。あ、ガチやね、木島くん、ありがとう。でも好きなところも。あ、好きなの、木島くんが、はい、ナダルの好きなところ。好きなところ。うん、で基本的には本当に優しいところとで、お笑いに対して非常に真面目なところが好きで尊敬できます。あ、お笑いに対して非常に真面目なところなんかマネージャー陣からさ全営業妨害。でも西野さんの好きなところ。俺の好きなところ、筋トレを筆頭にストイックな姿、うん、で物事に注力できるところは好きで尊敬できます。うん、なんでところをわーって言ってるけど、それ以外はちょっとみたいな。もう一回読んで。またやんで。そのまま言いますね、うん、筋トレを筆頭にストイックな姿勢で物事に注力できるところは好きでもあり尊敬します。なんやそれ。なんで ところがでこれ。そう、ところはなんかその唯一だがしかしみたいな。だがしかし。なんで気になんねんな。あ、で最後に一言、本当に短い間でしたが楽しかった期間でした。改めてお二人のマネージャーでいられて楽しく幸せでした。またぜひご一緒できることを楽しみにしております。ああ、ありがとう。寂しいね、やっぱり。いやー、ほんまにめちゃくちゃ優秀ってみんなからも言われてて、まあ、言うと半年さ一緒にやってるでやっぱ寂しさ出てくるというか、木島くんと掛田くんが辞めますドッキリとかされた俺クッキーだったと思う。徳永くんのさ1週間2週間2ヶ月ぐらいやったとかでさ辞めますドッキリされたらやっぱ何の心も動かない。あったけど、あの半端の丈短いって言いまくるやつな。なんであんな着地なんて。ありがとう、木島くん。いや、お前ありがとうね、マジで助かりました、はい、ちょっとまたね、一緒にできたら嬉しいです、はい、本当に。で、木島くんもやってくれましたけど、掛田くんもね。あら、だからもう、頭脳の木島とスピードの掛田やったから俺らはセカンドやったからね、高校、はい、の時。あ、そうね、セカンドで機敏な鉄壁の守備してた。そうそうそう。はい、じゃあ掛田くん。はい、ナダルさんのファンのところ。あら、基本疲れているところ基本疲れているところ腰を痛めていたり風邪気味だったりと毎回どこかしらが不調で、健康体のナダルさんを見たことがあります。健康体のナダルさん見たことない。どこか不調かもしれない、確かに。これヘルパーさんの口コミじゃない。西野さんのファンのところ、はい、送別会の2軒目でイケスケのバーに連れて行ってもらった際、2日前にも同じバーに松田さん、徳永さんを連れて行ったとのことですが、全然盛り上がらず、つまらなかったと連呼しています。違う違う違う、あのほんまにあの忘年会動画出たやん。で、おーちゃんと徳永くんと松田くん連れてさ、俺があの行きつけのバー行ったやん。え、おぼかさんも連れてた、はい、おぼちゃんも来たんやね。で、おぼちゃん次の日もあの早いっていうので、途中でまあ、あの帰ったんですけど、おぼちゃんがいるまではなんか盛り上がってたやん。おぼちゃん抜けた後に、なんか俺記憶曖昧なんやけど、ベロベロの男3人がなんか下ネタ言って盛り上がってなかったんですよ。史上初。だから下ネタで男3人で盛り上がらんっていう。あ、次、ナダルさんです。あ、ありがとう。気配り上手で聞き上手のところ、移動で一緒になることが多かったのですが、最近どうなどいろいろ話を振ってくださり優しさを感じています。なんかずっとずっと優しいよ。なんかえ、ほんまにナダルやってる、やめようかな俺も。
ナダル駅配りができた優しい何なのその人一つも面白くないなんか裏でなんかな爆弾マネージャーからの暴露みたいな高速で車運転してる時に投げ出せよかった西野さんの好きなところ、はい、お笑い筋トレはじめ物事にストイックに取り組む姿がとてもかっこよかったなるほどなんだ何でもう一回言いましたお笑い筋トレをはじめ物事にストイックに取り込む姿勢はとてもかっこよかった姿勢まだはこれ俺が終わりに書いちゃったもうええわガーレーよなだから書けなくなるなって言うねガーレー今のでいい今のは書けなくいいよ俺だから記事のことは筋トレしてる姿はそう出てきたなんか引っかかるのよだから俺が多分慣用句喋られる思ってると思うなるほど、はいはい、はいはい、それがね、うん、かけらくんからメッセージ、はい、はい、最後に一言最後に一言短いドリスタが大変お世話になりました、うん、お二人が舞台で見通する姿バラエティで活躍する姿とても花がありかっこよかったです現場マネージャーとしていろいろな現場に同行させていただきましたがコロチキに着いたからこそ見れる景色気がたくさんありました離れるのはとても寂しいですがいつかお二人が M1 の決勝の舞台に立つ日を楽しみにしております頑張ろう本当にありがとうございましたいやありがとうありがとうかけらくんもありがとういや確かにかけらくんはほんまにしみじみ言ってたずっと言ったよなコロチキさんに着いたおかげでいろんな経験ほんまにさせてもらいましたみたいなのをめっちゃ言ってくれて、うんうん、一番嬉しかったのはやっぱ甲子園やったらしい甲子園に踏み入れることができたのがほんまにもう夢のようやっていろいろやったけど元高校球児としていろいろ仕事したけど甲子園会ようになるそれもでも俺らについたからですまあねみたいななということでかけだくんもありがとうありがとうはいで、以上かなはいはい、はい、ということで、うん木島くん、かけたくんからね一言いただきましたけどどうでした、野田さんいや、ほんまね、だからまあまあちょっと短い期間でほんまに何の感情も分かへんかなと思ったら結構湧くもんでねやいや、そんな何の感情も分かへんかなと思ってたちょっと短いな思ったけど、はい、やっぱね、結構寂しいですからちょっとそうですねもう、二人のね、ちょっと離れちゃったけどその分頑張って、うん、ちょっとやっていきたいね、来年ほんで、まあ、もしかしたらまた一緒に仕事できるかもしれないしそう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 はい、じゃあ宮下ちゃん、はい、これから僕らをちょっとお願いします。お願いします。はい、なんか一言ありますか？なんでもいいですよ。頑張りますからね。あ、頑張ります。お前それ最後そんなんはい、ということで宮下ちゃんとチームの黒田さんもいますけども、チームコロチキとしてね、頑張っていきたいと思います。皆様よろしくお願いいたします。お願いします。